ミュールは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが日本国外向けに製造する多目的自動車のシリーズ。名称のミュールは、マルチ、ユーズライトエキップメントの略である。川崎が主に全地形対応車として、農場、牧場などの私有地内での移動や物資運搬を主眼において、開発、製造しているシリーズ。もともと行道での走行は想定しておらず、 実際道路運送車両法に定められた保安基準を満たしていない部分も多いため、日本国内での行動走行は非合法である。一方で、アクロ走行性能の高さや車両のコンパクトさなどから、その点を活かし特殊自動車としてのベース車両に選ばれることも多く、日本でも2018年にはモリタがミュールプロ FX をベースとした消防車、レッドレディーバグを発表している。 陸上自衛隊では、メガボルト -22 搭載用車両の候補として6両を、汎用系機動車として2018年度に、試験調達、2020年現在、水陸機動団で、評価試験中である。車体は、レッドレディーバング同様の道路運送車両法に、適合した保安部品が取り付けられており、民間型のとの違いは、航空機搭載用の片い締めフック。 外装部品オーリー色の塗装、桜マーク等となっている。ありがとうございます。